一人目の参加者、加藤純一。喉言わす覚悟でやります。まずね、この BGM 聞いてください。この選手権はね、俺が高校時代から流行ってたよ。いくよ。これをただ、これさ、口で、っていうのを口で言うっていう。これめっちゃむずくない？これを口で言う。っていうのをアカペラで口で言う選手権。かなりこれ俺はもう12年やってるから、これ本当に笑いとかいらないから。笑いマジいらないから、クロノトリガーのこのボスバトル、フルバージョンを口で録音して、うんこちゃん、1、2、3、4、いくつだっけ？俺の LINE。今のところ俺暫定1位な。暫定1位。今やったけど無理だろ？無理なんだよ、この歌。マジで無理。いや、ハモリなし。ハモリなし、ハモリはずるい。タラタ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 タタ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 タっていうのを、自分の声だけで表現して、やってください。ここむずいよな。いや、スカイプなんか古いよ、ダメだよ。やっぱ LINE で送ってくれないと。いくらで、俺笑っちゃうから。文字に起こしにくいよね。やって。URL 貼ってあげて。お前疲れてるな。企画が適当にもだ。お前これめちゃめちゃ俺の自信の企画なんだけど、クロノトリガーボスの声真似選手権。誰もやったことねえだろ。やって。好きな曲じゃダメ。このクロノトリガーボスバトル。クロノトリガーボスバトル。え、ボイパでもいいよ、もちろん。え、でもちゃんとやってね。この企画の意図は単純に俺が聞きたいっていう。単純に、俺が聞きたいっていう。ごめんね、オナニーで。オナニー選手権。やってよ。クロノトリガーボスの声真似選手権。次、次週はあれだから、ファイナルファンタジー6ボスの声真似選手権が、タルテ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 っていうのあるから。それも練習しといて。練習期間1週間あるからみんな頑張るでしょ。あれもマジむずいからな。電車だけでやっていいよ。今日は。なんで電車からどうやって俺の放送聞いてんだよ。あ、やばい。喉がマジ調子悪くなる。やめよう。桑原和馬のみたいな声出すとさ。最近ほんと悩みなんだよな。昔はさ、こんなことやっても絶対喉なんて言わさなかったのにさ、最近すぐやられるんだよね。送ったら送ったよって言ってね。先着10人までだから。ニコニコで、栄冠の無茶がたたったのかな。悔しい。自分に負けるのが一番悔しいからね。YouTube じゃなくてさ、決戦。みんなちゃんと送ってね。ちゃんと。え、決戦ってなんでポケスタ2が出てくるんだよ。ちげえだろうが。FF6 だろうが。ほんと検索の邪魔。検索妨害やろう。誰だこいつ。マリオメーカーで千本桜を演奏。違うだろうが！そういうんじゃないだろう。これだろうが！ FF6 の決戦といえば。もうなんだよお前は！なんだ、待って、気になるか聞こう。一応。一応な。もういいよ。ちょっと違うんだよ。FF6 の決戦のな、あった。アレンジじゃなくてさ、本場が聞きたい。本場がさ、あ、クオリティめっちゃ高かったね。あ、でもこれできちゃいそうだな。今の俺ならできちゃいそうだな。いい歌だよね。ちょっと待ってな。うんこちゃん、あ、来た！めっちゃ怖い、今更。行くよ、じゃあ。なんだっけ、クロノトリガー、ボス、バトル、小山の選手権。
ちゃんとやってね。ちょっと待って、全然聞こえなかった。もう一回行くよ。行きます。だろ？この程度なんだって！この程度なんだよ。もう一回行くよ。この程度だよ。じゃあ4秒だけ。4秒だけ。続きまして。お。おめえ言ってんだよ、ブザネアレ。なんだこれ、誰だよ、お前。じゃあ、ブザネアレ。北陸の山猿に言ってんだ。何を言ってんだ、こいつは。しかも、こいつの LINE めっちゃ優しくてさ、少し体を休めてください。とかさ、めっちゃ俺に対してさ、好意的な LINE してきたのに、なんでここにしてこんな裏切るの？おめえ言ってんだよ。これ誰の、これ誰の声なの？参加者は以上です。なので私が、暫定1位と、いうことになりました。やっぱり勝てないんだよね、俺には。俺には叶わねえんだよ。これ12年の歴史があるから。でで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 で